聖書、幾多春月。今日来てみると、K さんのデスクの上に、ついぞ見慣れぬ褐色の汚い36番ほどの厚い本が載っていた。先生、それは何ですと聞くと、まあ見たまえ。と、ワイルドのデ・プロフンディスや、K さんの大好きなスインバーンや、アーサー・シモンズの詩集の下から引き出して、 僕の手に渡してくれた。見ると、いかにも古色騒然たるものだ。全部厚皮で、製本はひどく堅牢だ。皮は所々剥げたり、すりむけたりしている。縁もすすけている。なんだかこう、漁師町の娘でも見るような気がする。意外に軽い。無造作に開いてみると、これは、バイブルだった。細い字が隙間なしに植えてある。 まんざら、漁師町に関係のないこともないと思って、バイブルですねと、K さんを見ると、K さんのその貴族的ないかにも旗本の血統を受けているらしいすっきりした顔は微笑に緩んで、やや得意の色があった。掘り出し物だ。ビクトリア朝のものじゃない。どうしても、100年前のものだね。へえと、今更感心してみる。 夜店で買ったんだ。はじめ、実践だって言ったが、こんなものを買う人はありゃあしない。五銭に負けろと、とうとう五銭で買ってきた。さあ、どうしてあんなところにあったものかな。へえ、五銭。夜店でと、僕は驚いたような声を出した。この貴族的な詩人が五銭で聖書を買っている光景を、眼前に描き出して、何とも言えず面白い気持ちがした。 が、そのすぐ後から、自分が毎日、四季島を二つずつ吸うことを思い出して、惜しいような気がした。何が惜しいのかわからないが、とにかく惜しいような気がする。むやみにいじくってみる。何やら古い、尊い香りがする。気がつくと、K さんの話はいつの間にか、どしどし、イプセンに進んでいた。イプセンとバイブル。 イプセンは常にバイブルだけは座右を話さなかったというから、これもまんざら関係がないでもないと思う。K さんが立って呼び鈴を押すと、トントントンといかにも面白そうに調子よく、はしご段を踏んで女中さんが現れた。僕がこっそり好きな女中さんで、ほっぺたが丸く、目が人形のようにパッチリしていて、動作がいかにもハキハキしていて、リズミカルだ。 さすがに、詩人のうちの女中さんだと、来るたびに感心する。僕は、聖書をデスクの上に置いて、目の前にあった葉巻を一本取り上げた。さあ、葉巻はどうですと、二度ほど勧められて、もう特に隔ての取れた間なのに、やっぱり遠慮していた、その葉巻だ。女中さんは、妙に薬といったような微笑を浮かべて、僕の手つきを見て、それから、若旦那の方を見て、 あの、御用でございますかあのね、奥の居間の押し入れにね、ウイスキーとキュラソーの瓶があったはずだから、あれを持っておいで。女中さんが大型のウイスキーの瓶と、妙な格好をしたキュラソーの瓶等を盆に乗せて持ってきたとき、K さんは安楽椅子にずっと反り身になって、スリッパーをつけた片足を膝の上に乗せて、肘をもたげて、半ば肺になった葉巻を支えながら、 壁に掲げたロセッティの受胎告知の絵の方をじっと見ていると、僕もちょうどその真似をするように、同じく椅子の上に身を反らして、片足を膝の上に乗せたはいいが、恥ずかしながら真っ黒な足袋の裏を見せて、やっぱりはまきを捧げて、少し首を入り口の方へ振り向けて、ロセッティを見ていた。このすこぶる瞑想的な場面に、 女中さんの赤く膨れた頬が、例の階段状の断層を先触れにして現れた。と思うといきなりプッと吹き出した。おやどうしたと、K さんは瞑想を破られていった。僕は女中さんの顔を見ると、ひどく気まり悪そうに丸い頬を一層赤くして、目を落としてしまった。これはきっと僕に何かおかしいところがあったのに違いないと思って、 僕もすっかり照れて、ふと手の葉巻を見ると、火が消えていた。急いでそれを灰皿に突っ込んで、僕はまた例の聖書を手に取った。真っ黒な足袋の裏を慌てて下に下ろしながら。どうも僕の様子は、まずこの聖書ぐらいは、みすぼらしいに違いない。それが立派な旗本で、今は会社の重役の次男なる主人公と、 同じ貴族的な態度で済まし込んでいたのだ。と思うと僕は顔がシンクになるような気がした。だが女中さんの吹き出したのはただ何がなしにその場のシチュエーションのしからしめたところだろう。若い女というものは箸が転んでも笑うと言うではないか。少なくともそれは僕に対する嘲笑ではないはずだ。それは彼女の目がよく証明している。 などと僕は一人でしきりに追求した。なお進んではこの家の主人公がこの白銅一個を持って贖がない得た古書に無限の価値を見出して証言するように、この可愛らしい女中さんも僕のみすぼらしさの中から何らかの価値を見出してくれているかもしれないなどと、例の詩人らしいいい気なうぬぼれに没頭していると。さあ今日は酒でも飲みながらゆっくり話そう。 と言って、K さんは二つの杯に、なみなみとウイスキーを継いだ。僕はすぐ酔ってしまった。K さんの、普段はぼんやりと霞みがかかったように柔らかな顔が、輪郭がはっきりしてきて、妙に鋭くなっている。K さんが酔うといつもこうだ。二人の話はいよいよ弾み出した。僕は調子に乗って、小調子を罵り始めた。 僕は師団を誤る者は今の象徴詩だと思います。象徴詩は人間を殺します。一体今の象徴詩などを作るには何も一個の人間であるを要しません。ただ綺麗な言葉をたくさん知っていて、それをいい加減にデタラメに並べさえすればいいんです。それでいて詩人の本当の人間らしい叫びを説明だなどとけなすのは僭越じゃありませんか。 シェレイのひばりの歌などを持ってきて、意味ありげな言葉を繋ぎ合わせて、でっち上げたばかりの自分の象徴子を弁護しようなんて滑稽じゃありませんか。象徴子なんて、要するに、空虚な思考にはもってこいの隠れ場で、彼らはその中で文字の軽技をやってるだけです。僕は口がだるくなってやめにした。ケイさんは時々、うーん、うーん、と受けながら、穏やかな微笑を浮かべて聞いていたが、 まあ、そんなに憤慨しなくてもいいよ。つまらないまやかし者は時の審判の前には滅びてしまうのだから。早い話がキリストはいくら十字架にかけられても、と聖書を手に取り上げて、その精神は今日この中に生きているじゃないか。いくら圧迫されても無視されてもいいから、本当の詩を書かなくちゃいけない。と言って、またそれを下に置いた。僕は、 この先輩の声援にすっかりいい気持ちになって、その聖書をまた手に取って、しきりにひっくり返しながら、いつになく盛んに機源をあげた。帰るときに僕があまりその聖書を熱心にいじくっていたものだから、なんなら持って行きたまえ、と、K さんは言ってくれたが、僕は、いえ、何、と立ち上がりながら言った。ご馳走ではないものだから、K さんは、遠慮したもんなよ。 とまでは進めなかった。下へ降りると奥の方で賑やかな女の人の笑い声がした。門を出ようとして横の方を見ると台所の窓のところから例の女中さんの顔がこちらを覗いていた。僕は玄関に立っている主人に言う風をして、さようならとちょっと彼女の方に頭を下げた。なんだか彼女がにっこり笑ったように思われた。 僕はひどく愉快な、はしゃいだ気持ちになって、K さんは珍しいものを見つけたものだな、と心につぶやいて、あのバイブルのことを考えているつもりでいながら、いつか女中さんのことを考えながら、そのぷっと吹き出したのはどうしたわけだったろうといろいろな想像をたくましくしながら、本郷三丁目までテクテク歩いた。